将棋の王位戦と女流王位戦、いずれも東京新聞主催のタイトル保持者同士による恒例の王位・女流王位記念対局が、今年も大阪市の関西将棋会館で行われた。藤井聡太王位と里見香奈女流王位による対戦は、先手の里見女流王位が107手で勝ち、大金星を挙げた。2023年11月15日に関西将棋会館で対局されました。その内容が12月31日に放映されました。何と里見女流王位が勝利しました。最後までご覧ください。棋戦が異様です。持ち時間は藤井王位が10分、里見女流王位が60分、切れると言って60秒です。先手は里見女流王位です。記録係は榊奈々女流2級、新聞観戦記は新聞3社連合の森本義孝記者です。4回目の対戦で初女流王位の勝利は今世紀5回目。対局は平手で、持ち時間が多い10分、女流王位60分のハンディ戦。両者の対決は4期連続で、これまで藤井王位が3連勝していた。里見女流王位は9回目の記念対局で王位から初白星を挙げた。今世紀に入り、記念対局で女流王位が勝利するのは清水一代女流七段2001、2004年、石橋幸代さん2009年、大会海渡もみ女流五段2011年、引退に続き5回目。対局は里見女流王位が得意の中飛車戦法を選び、玉を銀冠に囲った。藤井王位は左美濃で対抗し、持久戦模様に進んだ。藤井王位が7筋から仕掛けたが、里見女流王位は機敏な反撃で一歩得に成功。その後も繊細な指し回しで駒得を拡大すると、最後は中央から押し切り、攻防に見込みなしと見た藤井王位が駒を投じた。里見自身でもびっくり、藤井技術感じた。持ち時間のハンディがあるとはいえ、前人未到の全ハッカー制覇を達成したばかりの藤井王位から大きな白星を挙げた里見女流王位は対局後びっくりしています。この対局の経験を生かし頑張りたいと喜びを語った。一方藤井王位は、こちらが形勢を損ねて以降着実に勝利へと向かう里見女流王位の技術を感じましたと脱帽していた。対局は里見女流王位の中飛車に藤井王位が急戦で対応する対抗形になりました。勝敗を決めた藤井王位の疑問手です。87手目までは押されながらも互角で推移していましたが、88手目に飛車を8、7になり込んで竜を作った指し手が悪く、ここからは里見女流王位に押し切られました。88手目の最善手は7、4、太角に当てるのが良かったようです。これならまだ互角の局面が続いたようです。序盤は藤井王位が指しやすい局面で進行していました。中盤から中飛車の5筋のやり取りから里見女流王位が有利な局面が続き、藤井王位も粘って85手目では互角に戻りました。しかしここから藤井王位に疑問手が出ました。前のスライドで示した88手目の疑問手で里見女流王位が優勢になり、そのまま手堅い指し手で押し切り大金星を挙げました。新春対談の一部を紹介します。2023年を振り返ると、藤井王位戦7番勝負は第3局が印象深いです。中盤から終盤にかけて難解な局面が続く難しい将棋でした。棋王、名人、王座の3期戦はタイトルに挑戦でき、その中で結果を残せたので充実していたと感じています。里見女流王位戦5番勝負は第1局で熱戦の末に負けてしまい、自分の弱さを知ることができました。
1年を通じて良いところも悪いところもありましたが、全力で戦えました。いろんな方との対局で自分の弱点も見えたので修正できればと思っています。藤井王位から見た里見女流王位の印象は、藤井終盤の切れ味の鋭さは里見女流王位の持ち味ですが、最近の将棋を見ているとそれだけではなく、ついて中盤の構想という点でも個性が出ていると思います。前期の女流王位戦5番勝負では、挑戦者の伊藤沙恵女流四段の向かい飛車に対し、里見女流王位は中飛車を飛車に振り戻して応じる場面がありました。藤井その指し方は振り飛車というより飛車に近い将棋だと感じます。里見女流王位は振り飛車等ではありますが、急所をついて指していますし、いろいろな形を試みて結果を残しています。すごいことだと思っています。様々なバリエーションの中飛車を駆使されますが、里見女流王位にとって中飛車とは、里見中飛車は自由度が高いもの、相振り飛車はそこまで定石が整備されていないですし、中飛車の相振り飛車はあまり指されていません。いろいろな形を指して経験値を高めていきたいと思っています。中飛車を極めたい思いを強く感じます。自分自身で定石を作っていきたいと思いますか？里見そうなったら嬉しいですが、定石はすぐできるものではないので、自分の中で試していろいろな形を研究していきます。里見女流王位から見た藤井王位の将棋の特徴は何ですか？里見攻めの鋭さがフォーカスされますが、どんな戦いになっても強い。八冠を達成された王座戦の第4局は持ち時間の差が相当ついていたので、藤井王位には焦りがあったかもしれません。しかし焦りが指し手に現れないところが素晴らしいなと思いました。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。